まだ見ぬ珍を求めて珍のマイスターヨウちゃんが夜間一マニアックなバンちゃんと共にその地域独特の珍を探し回る放浪記、バンちゃんヨウちゃんのさすらい珍道中。わあ、もみじが綺麗やねヨウちゃん。あれ取り出しようちゃん。やらせちゃう。いや、奥永神社に連れてこられましたよ、はい、なんでまたここなんですか。いやここのね、奥永神社渓流の里という道の駅が10月にオープンしたところで、ちょっとこのフォルム見ていただくと、なんかに似てませんか、え、学校ピンポン。え、マジで。はい、廃校を利用した道の駅です。おお、ちょっとそれはすごいな。はい、そしてここに前にね、あの永源寺ダム行ったじゃないですか、はい、それをイメージしたダムカレー、はい、ダムカレー、これが今熱いんですよ。ましたよ。あ、バンク、これかな、これです。バンクは最近ね、珍しいもの永源寺ダムカレーって書いてあるで、コンクリート重力ダムと、はい、ロックフィールダムの複合ダムをライスで表現した。全然わからないけど、具材は量の関係により鹿、イノシシ、イワナと火によって変わります。すごい、はい、バンク、はい、これめっちゃ教室やな。ね、もうそのまんまですね、床とかね。うわ、ほんまやこれ床、うまいこと使ってあるね。これ部屋の向こうには廊下もありましたからね。完全に廊下ですよ。ほんまやね。ですよね。ありがとうございます。うわ、これもみじや、もみじ。なるほど、このね、なるほど、ダムやな。アーチしてるでしょ、エンジダム見てるでしょ。これがダムね。そうそうそう、美味しそうやね、はい、交流ってるじゃん。おー、なるほど、なるほど、なるほど、交流や、ダムっぽいな。そういうことね、はい、流れますよ。やばいやばい。あ、爽やか、さっぱり、うん、サラサラで、うん、ダム感ある。ダム感あるよ、うん、やっぱね、うん、滋賀のジビエ料理、はい、うん、この鹿の竜田揚げがついてるんですよ、うん、鹿の竜田揚げ。鹿食べたことないんだ。あ、そうなんや、うん、美味しいよね。うん、どうですか、鹿肉とカレーってめっちゃ合いますね、うん、あ、ほんま。その辺の山々を駆け回ってた鹿が、そうそう、取れた時にね、これ鹿肉出しました。いや、命をね、いただいてますね。鹿肉と葉っぱないがあってね、肉肉しくて美味しいですよね。イメージして作られた。なんでこんなもん今持っとんの。今持っとんの。ダムカー、大事に残してたダムカー。バンク、流木、流木。ほんまや。あ、道の駅というか、直売所がありますよ。ですよ、いろいろありますね。行ってみましょう。これやっぱね、地域でこうやって野菜とか見てます。ね、あ、またこういうやつや。みたいな。違ってますかね。これ、あ、バッグ見て。飛び出し坊や。飛び出し坊やグッズや。うん、飛びた子って呼ぶんだよ。飛び出し坊やの T シャツ初めて見た。見たか。これね、東大市は飛び出し坊やの発祥地なんですよ。だから飛び出し坊やのグッズがめちゃたくさん売ってます。楽しいですよ。ここのグッズもあるんですね。使えそうなコメントする。使えるこんなテープなってまうよ。使えると思ってるけどダムに落ちてた木で作ったのかな。いや、そうじゃないと思う。もうね、しっかりしてるから、工芸作家の人が作ったやつだね。こういうのって何に使うの。これはまあ一輪挿しをここに置くか、まあ靴底にするか。これ靴底がこんなんやね。使えそうなコメントしてくれる。ユリアが納得してもう怒られる。怒られるんじゃないかと言うたら、これはまたちょっと面白そうなお店がありますよ。自分で焼くって書いてある。自分で焼くってどういうこと。分からへん。あとすごい気になるのがソフトクリームの船寿司まんどころチャージ、うん、え、さっき鳴らしてへんかった。今日はチンっぽいね。チンっぽい使えますかね。早くコメントしてくださいよ。自分で焼くハンバーグが買えるんですけど、これですね、はい、あ、これハンバーグ、はい、あ、これ焼くんや。あー、いい音してる。じゃあちょっと、あ、ちょっと、これ焼くんだ。うわー、見てください、あ、美味しそう。うわすごいですよ。またね、香ばしい匂いがね、差し込めるんですよ。おー、おー、ハンバーグ。うまそう。
ぐらいないですか。どういうふうにこうして。おいしそうですよね、これね。そこが入ってるっていうのがね、いいね。ドーン、もう完成。ハンドメイドの楽しさですね。完成したよ、これは。もう具の方が倍ぐらいだね。一口でいきました。めっちゃうまい。めっちゃうまい。尺八大盤振る舞いですね。やっぱりハンバーガーめっちゃうまい。やっぱおみぎが効いてる。結構忘れはる。もうね、こんだけ具材いっぱいありますけどね、ハンバーグの味がしっかりわかる。おデザートの船寿司ソフトクリームお願いします。まさか船寿司の元かな。中身入れちゃうんですよ。これね、船寿司のね、シロップなんですよ。船寿司シロップ、はい。おっ、上にもかけますからね。上にもかけますからね。もういっぱいいってジャムみたいな。ありますよ、船寿司ジャムかな。うわー、できました。これですね、うな寿司ジャムがたくさんかかったソフトクリームのうな寿司味です。うな寿司の癖というより、風味がちょっと漂うという感じ。ソフトクリームとうな寿司、奇跡のコラボレーションやわ。上を吹きますよ。上品です。上からまたかっかけるのか。食べちゃったら何を欲張っとんの。すぐ食いじゃん。いやーバン君、今食べたね。満足満足。どこ行っても食うな、バン君。ここすごい気になってて、緑と水の教室っていうところで。ほう、これちょっとテンション上がるね。こういうの好きやね。わー、いただきます。おお、バン君、はい、食べたらあかんで。ほらほら。おお、いや、やっぱね、こういうエアコンね、エアコンの周りの川にはどんな魚がいるかっていう、うなぎですね。エアコンにうなぎますからね。うなぎいんの。います。います。いやーバン君、はい、楽しい道の駅やったね。楽しかったね。一日じゃ足りんね。一日じゃ足りるやろ。いやでもね、いつまでかこんな日も落ちて、ね、時間を忘れて楽しんでしまいましたね、はいはい、こんなにね、なんか滋賀県を学べる道の駅っていうのはなかなかないので、またぜひ遊びに来ていただきたいと思います。チームを求めます。いや食べたけどね、ちょっと紹介されてなかったけど、僕ここの納豆が一番好きなの、はい、おー、どうしよう。もう大きくてふわっとしてて、はい、ちょっと匂ってみる。そ、全然匂いせえへんな。あ、ほんま。そら2つ見とるわ。いやこれもうほんま美味しいんだよ、この納豆、まあ、これで僕も食べましたけど、あの匂いも薄、あの少なくてね、あの粘り気もなんかすごいまろやかで美味しいですね、びっくりすんで、一回食べてみて。さあ、今週のあの、こぼれ落ちはこちらですね。地産多消ということで、こう先行ったお店のオーナーさんがおっしゃってたんですが、まあ、地産地消ってよく聞くじゃないですか、でもこう道の駅っていうのはいろんな人が来ると、県外からも人が来る、そういう人に実際にあえて作ってもらって、体験してもらって思い出と味を持っていってもらいたいと、ということでね、バン君、はい、楽しかったな。楽しかったな。そう、ダムカーでこれすごいね、はい、そう、これね、ほんでそんな道の駅はこのダムのすぐ近所にあります、421号線を永源寺ダムから三重に抜ける方にずっと行ってもらったらありますんで、一本道ですもんね。すごい楽しいところなんで、ぜひ遊びに行っていただきたいと思います。お願いします。それでは今週の地位評価よろしくお願いします。自分自身です。おいや、まあ、大盤振る舞いですよね。だいたい想像はついたけど、一応聞いとくわ。加藤先生なんでなんですか。はい、内容、あ、ごめん。内容はいいですよ。レポートの方法があって。